皆さんどうもこんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、何の失踪事件を解説するの？今回は高見イタルさん行方不明事件だ。それはどういう事件なの？この行方不明事件は高見イタルさんが、兵庫県尼崎市のマンションから突然と姿を消した事件だ。マンションから突然姿を消すなんて妙ね。もっと詳しく教えてほしいわ。ああ、わかったぜ。まずは事件の詳細から説明するぜ。よろしく頼むわ。2003年10月6日に、兵庫県尼崎市のマンションで、地方公務員の高見イタルさん、当時43歳の行方が突然わからなくなったんだ。それはどのような経緯でわかったの？この日職場に出勤しないイタルさんのことを不審に思った上司が、マンションに訪問したが応答がなかったため、近くの交番に相談したんだ。地方公務員で43歳。きっと暮らしに不自由はなかった気がするわ。上司はこの時無断欠勤をして心配している。親族の方が了承を得られれば部屋に入りたいと話していたんだ。上司はよっぽど心配だったんだろうね。だけど、自宅まで入りたいってそこまでするかしら？それは私も思ったぜ。実際に6日の午後、東京に住むイタルさんの弟宅に警察から電話が入っており、そのことが伝えられたんだ。自宅に入っていいかということよね？ああ、そうだな。その時電話に出たのはイタルさんの弟の妻で室内を調べるように頼んだんだ。ということは、警察と上司が室内を調べたということ？そうだな。了解を得、警察官と上司はイタルさんの室内を調べるがイタルさんの姿はなかったんだ。イタルさんは一体どこに行ったのかしら？その翌7日もイタルさんが出勤せず、またもや上司が警察に相談し、警察がイタルさんの弟に、今日も無断欠勤をしている。上司と話してみてはどうかと電話をしているんだ。2日も無断欠勤なら、さすがに心配になるわね。そうだよな。このことからイタルさんの父親であるアキラさんにも連絡が入り、すぐに静岡から新幹線でイタルさんの住むマンションに向かったんだ。父親はどこに住んでいたの？父親は静岡県に住んでいたんだ。息子の姿がわからないと連絡が来たら、心配になっていても立ってもいられないと思うわ。そうだよな。新幹線内で父親と上司が連絡を取り合い、待ち合わせをしてイタルさんのマンションに向かったんだ。イタルさんの所有するマンションは、尼崎市の阪急塚口駅近くにあり、防音構造の部屋に、凝った音響機器などが備え付けられており充実した生活を感じさせるものだったんだ。室内はどんな感じだったの？室内は日常そのままで、荒らされた形跡もなくテーブルの上に新聞と雑誌が置いてあったんだ。そして、近所のコンビニにビールでもフラッと買いに行くような感じだったと、後にイタルさんの父親は語っているんだ。ということは、通帳やキャッシュカード、印鑑、運転免許証などは残されたままってことよね？ああ、そういうことだ。しかし普段使っていた財布と手帳、通勤用の定期券、家の中で使用していたメガネがなくなっていたんだ。そしてイタルさんは外出するときには必ずコンタクトレンズを使用するんだが、室内に残されたままになっていたんだぜ。けど、室内が荒らされた形跡はなくても、いなくなっていることは事実なんだから、警察に捜索願いを出した方がいいんじゃない？実際上司の勧めもあり、父親はその日のうちに尼崎北署に捜索願いを提出したんだ。もし失踪だったとしたら現金が必要よね。銀行の履歴は調べたの？ああ。銀行の履歴を調べたところ、自宅近くにある塚口駅前のりそな銀行塚口支店で、行方不明前日の5日午後3時14分に、現金21万円を引き出していたんだ。どうして21万円だったのかしら。中途半端な気もするけど。そうだよな。そして後にベッドの下から足の裏が映された大量のビデオテープが見つかったんだ。足の裏が映ったビデオテープ？失礼だけど少し気味が悪いわ。父親のアキラさんの話によると、イタルさんが幼い頃に足の裏を測るという本をプレゼントしたらしく、その影響により、人の足について研究していたと説明しているんだ。そういうことね。幼い頃ってことはだいぶ長い間、足の裏について研究していたということかしら。そうかもしれないな。だから事件に関連するかもわからないんだ。そしてイタルさん失踪後、アキラさんがイタルさん宅の玄関に細工をし、1週間後に再び訪れると、何者かが侵入していた形跡があったんだ。侵入した形跡って、犯人かしら？それがわからないんだ。部屋に残されていた手帳の数ページがなくなっており、失踪前後のパソコンのメールも削除されていたそうなんだ。証拠隠滅のためかしら？それもわからないんだ。イタルさん本人がしたのか、他の人物の仕業か、その目的も不明のままなんだ。監視カメラだったら、わかっていたのかもしれないね。そうだな。
10月の下旬には父親の明さんが至さんの住む尼崎のマンションを訪ねる予定で、その年の12月に行われる予定であった13回忌には必ず出席すると言っていたんだ。その話だと、自ら失踪したとは考えにくいわよね。そうだな。2009年に至さんの父親は失踪の原因についてはある程度わかったが、所在については全くの不明であり、すでに丸亡していることも考えられると語っているんだ。その言い方からすると公表はされてないけど、何かわかったことがあるのかもしれないわね。また息子を捜索している間の経済的負担、親としての精神的な負担は筆舌に尽くしがたい。もしや息子に何か悪いところがあったのではと考えたが、誰に聞いても息子は真面目で優秀であると言われるんだ。私としては息子に悪い事実でもあれば、また丸坊の事実が判明すれば諦めがつき、少しは心穏やかに過ごせるものと思っていると行方不明になってからの辛い心情を語っているんだ。父親の明さんの心も体もきついわよね。悲痛な思いでいっぱいだったと思うわ。明さんは、メディアへの出演や、新聞などのインタビューにも答え、至さんの行方を探すとともに、行方不明や自ら命を落とすことに対して取り組む。公的な機関の設置を求めるなど懸命な活動を行ってきたが、病を患い、残念ながら2015年11月に息を引き取ったんだ。至さんとの再会は叶わなかったのね。そうなんだ。ここで至さんの特徴を説明していくぜ。ああ、頼んだわ。高見至さん、昭和34年10月11日生まれ、当時43歳。身長170センチ、体重60キロ。家ではメガネで、外出時はコンタクトレンズをしていた。兵庫県尼崎市在住で地方公務員をしていたんだ。公務員だと金銭的不自由はないんじゃないかしら。そうだな。次に事件の真相だ。私気になったことがあるんだけどいいかしら？どうしたんだ？上司が少し怪しいと思うんだけどどう思う？深入りしすぎじゃないかなと思ったわ。実はこの事件では霊夢と同じように、至さんの会社の上司を疑う声が多くあるんだ。そうなのね。至さんの自宅マンションの中まで見たいと違和感があるのよね。だけど、自分の部下が無断欠勤していて心配するのも自然なことだし、自宅に行き応答がなく、警察に相談するのも自然なことだと思うな。確かに、心配するあまり、その行動が怪しく感じているのかもしれないわ。しかし、父親の明さんが上司と一緒に自宅マンションに向かった時、少し不信感を抱いたという情報もあるが詳細は明かされていないんだ。私思ったんだけど、普通無断欠勤していたら電話をかけるわよね。電話に関する情報が全くないけど大した情報がなかったのかしら。そうだな。電話についての情報は何もないんだ。もしかしたら公表がされていないだけで何かあるのかもしれないな。そうよね。あと、事件前後のメールが削除されていたこと、手帳の一部のページがなくなっていたことについてマリサはどう思う？それは私も疑問に思ったんだ。なくなった部分に事件に関与する情報が書かれていて、証拠隠滅を図ったはずだ。そうよね。このことから考えると、北朝鮮への拉致の可能性は低いわね。そうだな。もしかしたら至さんは誰かと会う約束をしていて、その情報が手帳やメールに記載されていたんじゃないかと思うんだ。確かに、その第三者と会い、そのまま連れ去られた、という可能性は十分にあるわね。でもどうして明さんはメールが削除されていると気づいたのかしら。そう考えたら謎だな。また明さんが失踪の原因はある程度わかったと言っていることから、事件性はなかったのかもしれないと思ったんだ。あと、事件前日に21万円が引き落とされているけどこれは至さん本人が引き落としているということよね？ああ、そうだな。このことから何か使用目的があったということになるな。至さんは何に使うつもりだったのかしら？あと、足の裏が映されたビデオテープについてだけど事件に関係しているのかしら？私は関係してないと思っているぜ。幼少期に父親の明さんからもらった本をきっかけに興味を持ち、研究していただけだと思う。深い意味はなさそうね。あと最後に疑問があるんだけど。なんだ霊夢。至さんの自宅マンションは防音設備などがしっかりあったことから、きっとマンション内に防犯カメラがあったと思うんだよ。その情報については何もないよな。そう。もしかしたら公表はしていないが、防犯カメラに何か重要な手がかりが映っていたと思わない？確かに。父親の明さんが失踪の原因はある程度わかったと言っているし、その可能性もゼロではないな。いずれにしても腑に落ちない点が多く、未だに至さんは見つかっていないんだ。高見至さんが無事に発見されることを心よりお祈りするわ。ああ、私も霊夢と同じだな。よし、以上で解説は終了だ。このチャンネルでは、日本にある行方不明や不思議な話を解説するチャンネルになるので、ぜひ興味ある方は登録の方よろしくお願いします。
リクエストも答えていますので、ぜひコメント欄に書き込んでくれると助かります。では、今日はこの辺で終わりにするぜ。皆様ご視聴ありがとうございました。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は何の事件を解説するの？今回の事件は JT 女性社員事件だぜ。この JT 女性社員事件とは1997年平成9年4月18日夜に、東京都江東区の団地で発生した事件なんだ。JT とは日本タバコ産業の略だぜ。それじゃ事件の概要について見ていくぜ。後の犯人となる持田隆は、1942年5月15日に、日本統治時代の朝鮮慶常府で5人兄弟姉妹の次男として生まれたんだ。そして終戦後に家族と共に朝鮮半島から日本へ引き上げ、1947年頃から福岡県戸畑市に居住したんだ。その後1958年3月に、同市内の中学校を卒業し、それからは九州などで映写技師見習いとして働くようになったんだぜ。しかし映画産業の衰退に伴い5年ほどで退職し、塗装店、映画館従業員などの職を転々とするようになっていったんだ。ここまで解説を聞く限り何も問題はなさそうだね。ああ、ここまではな。ここまではってどういう意味？それが持田が34歳になると、広島県広島市内で別れ話から交際相手の高校2年生の少女 A を手にかけてしまうんだ。持田は高校2年生の少女 A と付き合ってたの？付き合ってたっていうか大人の関係だな。実は持田は1976年5月から8月まで、下関市内の、下関小劇場で照明係として働いている時に、当時家で中であった少女 A と偶然知り合い、大人の関係になったんだ。そして少女 A が家で中でお金もなかったため、持田は勤務先の劇場へ少女 A を働かせてほしいと頼み込んだんだ。少女 A は未成年だから厳しそうだけど。ああ、霊夢の言う通り少女 A が未成年という理由で断られてしまうんだ。しかしそうなると持田は、少女 A とのホテル生活が続くと金銭的にきつくなるという理由で、少女 A を足手まといと思うようになっていったんだ。またこれに加え、少女 A から両親の元へ帰るという別れ話を勧められ、持田は激怒し、少女 A を手にかけたんだぜ。これにより持田は、広島地方裁判所で懲役10年の有罪判決を言い渡され、仮出所までの約8年間にわたり岡山刑務所に服役したんだ。まともな人間ではないね。そういうことだ。そして持田は1984年12月20日に岡山刑務所を仮出所すると、千葉県船橋市内に転居していた両親の元へ行き、地元の映画館で映写技師として働いたんだ。そして、映写技師を辞めたその後は、住み込みの建築作業員として働くようになったんだぜ。もう何も悪さをしなければいいけど、ちょっと心配。それが1987年末に、東京都内で自動車を盗み、無免許運転をしたとして、東京地方裁判所で懲役1年2ヶ月の実刑判決を受けることとなったんだぜ。全然反省していないじゃない。そして1989年2月15日に、46歳で仮出所するまで府中刑務所に服役したんだ。そして1989年12月19日当時持田は、船橋市内の実家に住み込み、東京都江東区内の建設会社に勤めていたんだ。そして同年12月19日深夜1時頃、持田は本事件の被害者 B さんがタクシーから下車するところを見つけ B さんに対し、一緒に酒を飲まないか？と声をかけたんだ。深夜1時に見知らぬ人からそんなこと言われていく人いないでしょ。それが B さんは持田の提案に同意して一緒に深夜営業の居酒屋に行ったんだ。それって大丈夫なの？危ない気がするんだけど。もちろん持田は泊まりに誘うことを目的として誘ったため、居酒屋を終えた後、B さんを泊まりに誘ったんだ。しかしそんなうまく同意を得れるわけなく、B さんはその誘いを断ったんだ。これが普通だよね。しかし持田は拒否されたことから路上で B さんを失神させ、近くのゴミ集積所へ引きずり込み B さんに襲いかかったんだ。その後 B さんは倒れているところを通行人に発見されたが、意識を失っていたため、持田に何をされたのかを分かっていないんだ。意識を失っていたらそうなるよね。あ、ってことは B さんは警察に行くべきか迷っているんじゃない？そうなんだ。しかしそんな時持田から電話がかかってきたんだ。電話？なぜ持田が B さんの電話番号を知っているの？持田は事件当日現場から逃走する際に、B さんの所持品から財布などの入ったショルダーバッグを奪ったんだぜ。それじゃバッグ内に B さんの電話番号が書いたメモなどがあったってこと？そういうことだぜ。けど持田はなぜ B さんに電話したの？持田は B さんが警察に通報していたのかを探るために電話してきたんだ。何を考えてるの？持田は。しかし電話を続けていると B さんがおとなしかったことで、警察に通報していないことを確信し、持田は B さんに対し、
事件当日のことを会社にバラすぞ。君の秘密を10万円で買ってくれ。と言い、後日も千田にお金を渡すことを約束したんだぜ。しかし B さんはすぐに警察に通報し、1989年12月29日に現金の受け渡し場所に現れたところを持田は警察に逮捕されたんだ。その後裁判所に起訴された持田は、1990年3月13日に、懲役7年の有罪判決を言い渡され、札幌刑務所に収監されたんだぜ。そしてこの頃から持田は B さんに対し、B が警察に届け出ないという約束を破ったから自分は逮捕された。と B さんに対し、恨みを抱くようになっていたんだ。もうその考え方がおかしいわね。警察に通報するのは当然でしょ。でも B さんはこれで安全な生活を送れるからよかったね。そうなんだ。B さんは本事件前年の1996年7月に JT 東京支店へ移動してからは、社員の産休育児休暇などの事務を担当していたほか、女性地位権利を向上させる運動にも関心が強く、男女雇用機会均等法ネットワークなどの会合にも参加し、熱心に活動していたんだぜ。仕事だけじゃなく様々な活動に熱心に参加してた人だったんだね。そうなんだぜ。それから7年の月日が経った1997年2月20日、刑期を満了した持田は、同日深夜に札幌駅発上野駅行きの電車に乗車し、船橋市内の実家に向かったんだ。そして同年2月24日からは以前に勤務しておいた会社で作業員として働き、3月14日からは江戸川区内の会社に就職し社員寮に住み込みながら働いたんだ。しかしその一方で B さんのことも忘れてないんだよね。そうなんだ。実は状況翌日の23日から B さん宅を探し始めているんだ。探し始めるって言ったって何も手がかりはないと思うんだけど。実は持田は、B さんから団地で一人暮らしをしているということを聞かされていたんだ。しかしその団地は2000戸以上からなる巨大団地だったんだぜ。2000戸？それは巨大な団地だ。そんな団地を見知らぬ男がうろついていたら怪しまれないかな？普通に怪しまれるだろうな。そのためか持田は、調べるのは、1日1棟だけと限定した上で各棟1階の集合郵便受けを調べ続けたんだぜ。なんと執念深い男なの？恐ろしすぎるわ。そして持田は約2ヶ月後の4月7日に、なんと B さんの自宅を特定したんだぜ。そして事件当日を迎えることになるんだ。事件当日の1997年4月18日6時45分頃、社員寮を出て現場団地に向かい、7時半頃に B さんの自宅に着き、人目につかないように部屋から少し離れた非常階段踊り場に移動し B さんを待ち伏せたんだ。そんな中、8時頃に仕事に向かう B さんが部屋を出てきたため、持田はその後を追いかけたんだが、階段を降りてくる人の足音が聞こえてきたんだ。近くに人がいたら持田はどうすることもできないでしょ。その通りで持田は目撃されることを恐れて B さんが仕事を行くのをただ眺めるだけだったんだぜ。だけど2000戸以上もある団地を調べるほどだから持田は諦めないんでしょ？そうなんだ、それが。その後持田は、着用していたセーターに包丁を包み、B さんの部屋の玄関脇にあるメーターボックスの中に隠したんだ。そして近くにあった酒屋で酒を飲んだり、昼寝をして時間を潰し、再度19時過ぎに団地に向かったんだぜ。その時 B さんは18時過ぎに勤務先の JT 東京支社を退所してから、女性の知人らと共に港区内で開かれた女性問題フォーラムに参加し、友人らと共に行きつけだった港区内の飲食店で飲食していたんだ。そして飲食を終えた B さんは自宅に帰る。そして持田は21時になって B さんが帰ってくる姿を発見し、すぐさまエレベーターに乗って1階へ降りたんだ。すると目の前には B さんがいたことで持田はその場で降りずに B さんがエレベーターに乗り込んで車で待ったんだ。そして持田は B さんに何階ですか？と声をかけて、B さんは4階へお願いしますと答え、持田は4階行きのボタンを押したんだ。この時 B さんは持田のことを誰かわかっていないんだよね？エレベーターが上昇し始めると持田は B さんですかと尋ね本人であることを確信した上で、俺のことを覚えているか？と話しかけた時に、B さんは覚えていないと曖昧な答えだったから、おそらくわかっていないと思うぜ。そのため持田は隠し持っていた包丁をゆっくり鞘から引き抜きながら、7年前の事件のことは覚えているか？と B さんに尋ねたんだ。すると B さんは、持田のことに気づいたのか、徐々に顔が青ざめていったんだ。だって7年前の男がそこにいたら恐ろしすぎるわ。しかし予想外にも B さんは、悲鳴を上げながら持田に飛びかかり包丁を奪ったんだぜ。さらにはエレベーターが降りてドアが開くと、そのままエレベーターから降り、大声で助けを求めるんだ。この時誰もこの悲鳴には気づかなかったの？それが何人かの住人は在宅していて、悲鳴に気づいていたんだが、
その悲鳴があまりにも恐怖に満ちた声だったため、誰もドアを開けることができなかったんだ。ええ、そうなんだ。そして立場が逆転し戸惑っていた持田だったんだが、すぐに B さんに飛びかかり、包丁を奪い取り B さんに襲いかかったんだ。その後 B さんの所持品のハンドバッグを奪い現場から逃走したんだぜ。本当に自己中心的な男だね。同日の21時過ぎ、女性の悲鳴を聞きつけた住人が廊下に出たところ、B さんが倒れているところを発見しすぐに119番通報したんだ。すぐに現場に救急車が駆けつけ病院に搬送されたんだが、もうその時には息を引き取っていたんだぜ。そして警察は特別捜査本部を設置して捜査を開始するんだ。これはすぐに持田が捜査線上に浮上してくるんじゃない？ああ、霊夢の言う通り警察は捜査を進めるうちに、犯人は B さんに強い恨みを持つ者の犯行である可能性が高いと推測したんだ。そしてそのような推測で捜査を進めていくとすぐに持田が捜査線上に浮上し、さらには事件現場に持田に似た不審な男の目撃証言があったこと、またタクシーを使って逃走したんだが、そのタクシーの運転手に聞いたところ、持田に似た男だったと供述したことから、持田の行方を探したんだ。そして事件発生から1週間後の4月26日午後、捜査員が持田を発見し逮捕したんだ。1週間で捕まったからよかったよ。持田は捕まった当初動機について、7年前のことを謝ろうと思って B さんを待ち伏せしたが、騒がれたことで手にかけたと供述したんだ。全然動機が違うじゃない。しかしそんな動機警察が信じるわけなく、もっと詳しく捜査を進めていくと、奪われたバッグなどが持田の自宅付近のコインロッカーで発見されたんだぜ。さらにその後の捜査で持田は、事件前に現場の団地を下見して郵便受けで名前を確認していたことが判明したんだ。嘘バレバレでしょ。裁判はどうなったの？持田は裁判で B さんの最初の事件について、彼女にも落ち度がある。見知らぬ男から声をかけられれば注意するのが普通だと思う。彼女はある程度年も言ってたのに判断能力にも欠けていたのではないかと思う。と発言したんだぜ。さらに B さんの第二の事件では、警察に届けないという約束を破ったので、彼女に謝ってもらいたかった。謝ってくれたら何もしなかった。と発言したんだぜ。身勝手な発言すぎるわ。そして1999年5月27日東京地裁で裁判長は、筋違いの恨みを抱き、女性を手にかけたことは、身勝手、理不尽で刑事責任は重いとしながらも、被告人は人間性の一端が残っており極刑がやむを得ない、とまでは言えない、とし無期懲役を言い渡したんだ。しかしすぐに検察側が控訴し、2000年2月28日東京高裁は、被害者の訴えで逮捕されたことを深く恨んだ末の極めて理不尽で筋違いの犯行、動機や計画性、結果、重大性、社会的な影響などを総合的に評価すればやむを得ない、と一審を破棄し極刑を言い渡したんだ。そして2004年10月13日最高裁も二審の判決を支持し、極刑が確定した。それから4年後の2008年2月1日東京拘置所で持田の刑が執行されたんだぜ。本当に今回は持田が身勝手すぎるわ。そして今回の事件より、被害者や証人に対して、加害者の出所日や居住地の情報を提供する制度が導入されたんだぜ。その制度が今までなかったことに驚きだわ。当時は加害者の人権を守るという理由で情報提供はなかったからな。それじゃ今日はここで終わるぜ。この動画で何か感じたことがあればコメントの方よろしくお願いいたします。被害者の方のご冥福を心よりお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。